ボンソワー失礼いたしました、カフェブルークレールの西脇志郎です、はい、カフェブルークレールの、カフェブルークレールプレゼンツボンソワレ始まりました、この番組は FM 宜野湾のスタジオから生放送でお送りいたしております。本日も素敵な音楽と、旅行、料理、お酒の話題など、お届けしていきますので、これからの30分どうぞ、お付き合いください。それではですね、本日もアシスタントはみきちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。ですね、ちょっと今日はですね、道路情報の方、情報が間に合ってないので、ちょっとですね、もう大変申し訳なかったんですけどね、3月10日にちょっとリクエストとかメッセージの方ですね、いただいておりまして、こちらお名前は、ぬあこさん、まあ、前回ですね、ハーブ系のお酒、まあ、イタリアのこのサンブーカの話の時でしたね、まあ、さっきのイタリアのサブーカでしたかということで、お問い合わせいただいてますが、あちらはですね、サンブーカ、サンブーカっていうですね、イタリアの甘い、リキュールになります。まあ、ぜひですね、機会があったらお試しになってみてはいかがでしょうか。それではですね、本日、まあ、またちょっと寒くなってですね、私も今ユーストリームなどで見てる方わかると思いますけども、ちょっとマフラーなどしてですね、とにかくですね、私も寒くなったら、もうすぐマフラーをするようにしてるんですね。というのはですね、喉だけとにかくマフラーをこう巻いておくとですね、要は自分の体温が逃げないので、まあ、ね、厚着はしなくてもとりあえずマフラーをしとけば体がまあ温まるということで、重宝してるんですけども、まあ、特にですね、こういった季節の変わり目、またですね、体調を崩される方がいるかと思いますけども、ぜひ、皆さんもご自愛ください。まあ、それはそれとしてですね、それでは、本日も素敵な音楽をかけていきたいかと思います。本日の1曲目ですね、イタリアの、アーティストさん、私も大好きなアーティストさんですね、アナリサさんのですね、ヴィンチェロという曲ですね。とっても素敵な曲です。2曲目はですね、なんとセルビア、ベルグラード出身のアーティストで、とっても綺麗な方ですね。私もね、美人には目がないので、そのですね、セルビアの、アーティストさん、レイラ・ホットさんですね、その方はリューバープロラジークライナスというですね、素敵な曲です。それではですね、どんよりした曇り空の下ですが、じゃあ素敵な曲を2曲じゃあ続けてお送りします。じゃあよろしくお願いします。
何を話そう、ケスクヌパルロンのコーナーです。本日はですね、ちょっとあの食前酒、まあ、アペリティフっていうんですけどもね、食前酒の話をちょっとしてみたいかと思います。まあ日本で言うと、まあ何ですかね、まあとりあえずビールみたいな感じで、まあ大体ビールをまあね、みんなでこう飲むのが、まあ日本でいう、まあ食前酒に当たるんでしょうか。まあでもね、なんか結婚式の時とか、なんかあのちょっとお酒だかジュースだかなんかわかんないちょこっとしたのがありますけど、まああれがまあ、食前酒ですね。アペリティフです。まあこのアペリティフとはですね、まあこのまあ、食前酒という意味なんですけど、これフランス語ですね。で、これもともとはですね、ラテン語のこのアペリーレという、まあ開くという、語源。という意味の、まあ、語源なんですね。まあ、これ、まあ、食欲を、まあ、増進させたりですね。また、その、要は、ね、友達や家族とのおしゃべりを、こう、楽しくしたり、まあ、そういった、あの、会話の潤滑油になったりですね。まあ、食と人生を楽しむことを大切にする、まあ、フランス人のライフスタイルからですね。まあ、端を発して、まあ、今、現代のですね、ヨーロッパでは、まあ、欠かせない習慣となってるんじゃないでしょうか。食前酒、まあその後、まあ食前酒だけにですね、まあその後のお食事が控えてますんで、まあ軽く 1,2 杯飲むのがまあ一般的ですね。まああんまり飲みすぎちゃいますとね、まあ大変になっちゃいますから。まあではどんなお酒を飲むのかということなんですけども、まあそのキールロワイヤルとか、まあ聞いたことがあるかもしれないですね。これはあのカシスとあのシャンパンのカクテルでございます。まあね、炭酸も入ってる、ちょっと甘くてですね、非常にまあ、女性の方、好きな方多いかもしれないですね。もちろん男性でも好きな方多いかと思うんですけど。ね、またですね、ちょっとまあ、その、キールロワイヤル、また似たようなもんなんですけど、キール。これはですね、カシスと、辛口の白ワインのカクテルですね。まあ、辛口の白ワインですので、今度は炭酸がない、感じになります。まあ、ちょっと大人っぽい感じの飲み物になるんじゃないでしょうか。あともう一つですね、ちょっと梅のお酒で、プルシア。っていう、まあ、プラムのお酒ですね、があるんですけど、このプルシアロワイヤルっていうのも非常におしゃれですね。このプラムのお酒とシャンパンのカクテルになります。まあ、その他ですね、私もよくこの番組でも紹介してきました、このパスティスなんかもいいですね。南フランスの、まあ、お酒になりますけども、あとは、まあ、イタリアでいうカンパリ。カンパリもソーダで割ったりとかですね、なんかもいいですね。で、まあ、この、食前酒のこのアペリティフをですね、片手に、まあ、カナッペなどのおつまみをこうつまみながらですね、会話を楽しみながらお食事に入るっていうことなんですけど、まあ、優雅でいいですね。まあ、お酒が美味しいからといってですね、特にこのアペリティフタイムの時にですね、この飲みすぎにはまあ注意、まあ、していただければなと思います。まあ、1、2杯に、まあ、留めていただいてですね、まあ、お酒ばっか飲んでないで、会話も楽しみましょうということですね。それで、それでですね、フランスの、農林水産省がですね、2004年から、なんとですね、世界各地で毎年6月の第1木曜日をアペリティフの日というふうにしてるんですね。まあ、世界規模で、まあ、イベントが行われてるんだそうです。まあ、ちょっとね、また、そうですね、この6月の木曜日はこの、ここの放送行われてるかな、その時も。まあ、そんなことでまた、改めてまた紹介してみたいかと思います。ちなみにですね、まあ、この食前酒の反対はですね、食後酒。これがですね、ちょっと俺も口が回らないんですけど、これディジェスティフって言いますね。まあ、この食後酒のお話はですね、また次回以降ですね、またちょっといろいろなネタを考えながらですね、ご紹介できればと思います。まあ、そういたしましてですね、それでは、後半の、2曲の方をご紹介していきたいかと思います。本日のですね、3曲目。まあ渋いですね。アラン・ドロンさんがですね、ちょっと歌っていうよりも語りですね、歌ってます。このアラン・ドロンと、アラン・ドロン&ダリダでパローレパローレ。これね、多分CM などでね、聞いたことあるかと思います。なんかね、なんか、もう、おしゃれで色っぽいような曲だと思いますね。4曲目はですね、メキシコのですね、まあ、大スターのルイス・ミゲールのソラメンテ・ウナベス。これはですね、とってもいい曲ですので、まあ、こちらの方ですね、2曲、お届けしたいかと思います。じゃあ、ミキちゃんよろしくお願いします。
いかがでしたでしょうか。ですね、まあ今日4曲おかけしたんですけども、まあですね、非常にメローな曲も多かったのではないかなと思います。ですね、まあ、このボンソワレもですね、もう考えてみたら来週、まあ、3月終わり、まあ、この番組も10月から始まってまして、なんだかんで言って半年今続いてるんですね。とりあえずまあ4月以降もまあちょっと続ける予定なんですが、まあちょっとそうですね、まあちょっとね、お酒ですとか、まあこの旅行、まあその料理のお話もしてきてるんですけど、まあね、それはそれとして、まあ音楽にはねちょっとこだわってますので、またいろいろな曲をこれからもかけていきたいなと思うんですが、ただまあ来週、まあそれでまあ半年、まあ番組をやったということですね、まあいろいろこの半年間でかけた中からですね、またどうしてもちょっと自分のまあ気に入ってる曲ですとか、まあちょっとリクエストっていうのはちょっと厳しいかと思うので、私もちょっといろいろな、まあ、思いがある曲をですね、また4曲、やっていきたいかと思います。まあそんな感じでですね、また来週もお楽しみにしていただきたいかと思うんですが、で、あとまあお店の宣伝とさせていただきましてですね、営業時間は、この後ですね、カフェブルークレームを午後8時から、夜中の2時までですね、やっております。それではですね、まあこの後キヨ先輩のナンクル旅トークですので、引き続き皆さん聞いてくださいね。本日も お相手は西脇志郎でした。また来週6時にお会いいたしましょう。アラスメイヌプロシェンアビアント。